どうも、リンクチャンネルの横山です。今回も相田選手に、動画に出ていただくんですが、今回はバックドライブですね。まあ、上回転もちょっと見せてもらいたいっていうのと、まあ、メインは下回転打ちをどうしているかっていうのをちょっと教えてほしいんですけど、なんかすごく綺麗で、ちょっとあの試合の時のクロス打ち、ちょっと感動したんですよ。ありがとうございます。ぜひ教えてもらいたいなと思いまして、はい、いいですか？はい。お願いします。お願いします。リンクチャンネル。はい、それでは早速打っていきたいと思います。お願いします。なんか美しくない？美しいです。美しいです。なんか余分な力みが、まあ、とにかくない。余分なというかもう力みが本当ないよね。何をするにおいて、フォア同様、やっぱなんか普通の人よりすごいしなりがあるよね。はい、ありますね。ちょっと下回転打ちもいいですか？はい。これですよ。これをね、ちょっと教えてもらいたい。はい。なんか気をつけてることありますか？ごめん、はい、まず上回転バックドライブの時に、はい、みんな結構前陣でちょこちょこいうバックドライブで、まあ、割とできる人は多いと思うんですけど、はい、あの今相田選手が打ってたぐらいの距離、ちょっとあれって難しいじゃないですか。こう上がってきてちょっと高いところをこう打ったりしないといけないので、はい、みんな角にガーンって当たったり、まあ、オーバーミスしたりするんですけど、なんかどういう意識で打ってるんだろうな。これも、まあ、ふわっとちょっとかぶるんですけど、まあ、やっぱり当たるまでに早く強く当たらないようにゆっくり優しく当てるっていうのを意識してやってます。ゆっくりだ、力んで早く衝突しないようにっていうのがまず一つと、あとはスイングはちょっとここから居合的じゃないですか。ちょっとここまでラケットを引いて刀を抜くような、じゃあもう一切前に振らないってこと。もうどっちかというと、どっちかっていうと、そうですね、右よね。あんま結構こうガーンガーンっていう感じじゃないですね。そうですね、ほんとうまく遠心力でボール飛んできてるっていう感じ、イメージが。そうですね、前ってより前に振るっていうよりちょっと横に振ってます。はい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 。でやっぱちょっと左からなんだ。もう一回だけ打ってもらって、はい、ああ確かに。腰の回転はどうですか？腰はあんまり意識はない。そうですね、腰をこう回すっていうよりはちょっと股関節をくって入れて、ここに懐を作る感じです。ここにスペースを作ってあげて、ここにボールを呼び込んであげて打つって感じです。こうカゴをこう持つようにピッチというか、ここをちょっとこう前傾入れて、まあ、で左から右に振ってたら自然とちょっと腰の回転が若干ついてくるかなって言ってる。そう、こう意識的に腰を回して打球するっていうのはない。こういうイメージじゃなくて、ここが、なるほど、ここはこういう、はい、こういうとか言ってる。いや、いいですよ。ここ懐を作りたいっていうのを意識してやる。あとは、まあ、左手をちょっと前に出して引いてあげる。はい、と自然とこっちが右手が出てくるので、はい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 、結構最近多いですよね、はい、自分打球する前に左手をパッて前に出す人増えてる。そうです、自分で
なんかこう右手をこう自分でこう動かすっていうよりも力抜いてこう入って懐を作って入ってこれを戻すイメージ、はいはい、ここから戻すイメージ、自分で前に振ろうっていうよりも、うん、こう自然とこう戻す、うん、まあ、右手が自然と動いてくれるような左手の使い方が前に出して少し引くような感じですね。下回転打ちちょっともう一回見せてもらって、はい、下回転打ちでこれ普通じゃないんですよね。普通みんなもっと下がって打球点落ちてきてからスコーンっていく練習をするけど、僕今全部頂点前を相手選手でこう打てるんです。なんか意味があるんですか、そう意識してやってる。そうですね、ちょっと下回転なんで普通に当てたらまあ落ちるじゃないですか、はいはい、なのでこうバウンドして上がってくる、バウンドしたボールが上がってくる力を助けてあげるような感じで、やっぱバウンドして頂点過ぎて落ちてしまうとボールどんどん重くなっちゃうので、うんうん、持ち上げるのが大変になってくるので、はい、上がってくる力を助けてやるとネットに引っかかりにくい、はいはい、っていうところで、まあ、トトンっていうイメージでやってます。なるほどね。いや僕アイドフェンシャー試合したじゃないですか、全部ボール重いなって思って、下回転のボール打球点落とす的なの。いや僕感覚でもそうなんですよ、はい、落ちてきてからグッグッてしっかりかけようっていう、まあ、ちょっと昭和な卓球なんですね。なるほどね、上がってくる力を利用しながらコンって打ってる。そうですね。じゃあもう一回いいですか。はい、はあ、なるほど。最後にいいですか、はい、上回転と下回転のボールの角度、触り方は違いますか、はい、そうですね、触り方は違いますね。下回転だったらどっちかっていうとこうかぶせといてこう触っていくイメージ。マジか、マジで、はい、で上回転の時は逆、逆です。逆のこうかこうか、こうかっていう。マジか。でもこのまま下回転の時このままこう上上げちゃったら、うん、バーンっていっちゃうんで、ね、こう当たるんですけど当たった瞬間に確かに打ち終わった後結構こう上向いてますもんね。そうですね、こうここでこう当てるんですけど中にこうもうかぶせて上を通り抜けて回転でグッて落とす。上回転は逆。そうですね、若干かぶせながら振ってもいいぐらいのイメージ。はい、ちょっと一回交互に打ってもらっていい。あ、はい。品揃え豊富で激安格安の卓球通販サイトといえば卓通。下回転、上回転、はー、なるほど器用だね。下回転面を立てながら打って上回転は面をかぶせながら、いや下回転もこうなるといけないんで。あ、そうか、結局最終的に当たる方は、そう、当たる、結局じゃあ最終的にはどっちも面が少しかぶさって終わった方がいい、はい、あー勉強になります。はい、ということでなかなかねこのレベルのというか、まあ、プロの選手の
細かいこう打ち方のね指導ってなかなか聞けないと思うんですけど、いやちょっと意外ですごく面白くてすごく勉強になりました。ありがとうございます。なので今回で相田選手のですね動画は、以上になります。またぜひ機会があればよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。